<laughs> もうダメだこの2人。 さあここんにちは突然本日は月が導く伊勢街道中、えー、こちら見ていきたいいたと思まますすしくお願先週ね、シ、え、ン、ー、がともえになって、あの、くもの子がね、えー、ミオっていう名前になりました。えー、この二人に関してはね、えー、レベルの方も判明しまして、ともえー、トモエが1320、えー、ミオが1500かな。なんか人間の街行っ,ったらね、1600のレベル鑑定士っていうのがあって、まあ、それを使ったことによって、今回レベルが判明したんですけども、やはりこれまでのね、その、 若様って呼ばれるようになったけどこの若様との戦いを見てもねトモエよりミオの方がやっぱ若干強いのかなっていうのがね分かりましたねそして人間界まあ、冒険者ギルドに登録している人の中ではっていうことだと思うんだけども最高のレベルっていうのが920でソフィアっていう人だよっていうのも語られておりましたまあ、残念ながら若様に関してはレベル1のまんまなんですけどもまあ、この3人が果たしてねこの人間界の方に降り立ったことによ よって、えーうん、どういった形のね冒険が始まるのか、えー、また皆さんと一緒に見ていきたいと思います<だ>、えー、というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオのデモンドを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞはいスタートでーす、うん、若様ね 親方、まあ、様とかでも俺は良かった気するけどねまあ親方がないから <laughs> シンうんいやシンで覚えちゃったからシンって言いそうで怖いわリアクション中いや雲の格好してないと可愛いいんだけどね性格も嫌いじゃない <laughs>、うん、こんな感じじゃねみんな大体 ああ、この子なーなんか持ってるね。何抱えてるんだろう。うーん。この街に来た時からいたよね、描写的に。ああ、一応警戒してるんだね。おい、なんだえへへ。やめて、1500のレベルの人がそんな。えへへへ。 頭ぶったたいた。<laughs> 目、め<目> <laughs> 叩かれて喜んでないか、うん、いやー、いいね、今だけど。いや、笑ってるなうん。なんだろうね。お願い。ん何うん。何うん 事件発生って感じ。あ、えなんだなんか使われてるどういうことなんか今のやつ、餌に引っかかったなというか、よし、釣れたぜみたいな感じで、見て確認した感じだよね。帰ってく様子といい。えなんだあの子はとりあえず脅されてんのかな なんかここに抱えているかなんかね、その持ってるものになんかあんのかなって思ったんだけども、特にそういうわけでもないのかな。にしても、ミオを早々にぶったたかれたね。いや、けどミオはあれなんだろうな。この若さまに叩かれたりすることに対しての、なんか喜びというか、ある種の快楽をね、抱えてるような、まあそういう偏った性癖なんだろうね。で、前回このミオと、まあトモエ、とえ、 この二人のさ、なんか剣族というか、また別の種族みたいなのがね、悪勇の方に、まあ、エルダードワーフと共に新しく仲間入りっていう流れになったんだけども、あそこら辺がまたね、ちょっと活躍するような流れ、なんか兵隊として戦うのかわかんないけど、なんか軍隊的な国対国みたいな形になったりすんのかな悪雨っていうさ、場所からさ、 その人間側の国と全面戦争みたいな。異世界道中っていうから旅なのかなって思うけど、なんか、あんな強そうな人たちがいっぱい出てくるとさ、そういう展開のあるのかなとかちょっと思う。さあ、第四は後の、ん<え>後の祭りなんかやらかしちゃうのか。お姉ちゃん。うん。うん。優しい、若さま。 えお姉ちゃん人質にでも取られてんのかなさっきのやつらにそれとも、あれは関係ないのかな見てたやつは。ただ様子をつけて見てただけで。どうなってんだで、これもあるよね。うん、まあ、ここは友がいるから何の問題もないだろうな。 んで、忍者みたいなのがいるんだね、この世界にはね。でそりゃまあ、ともが相手じゃね。<laughs> いやいや、だいぶボキボキ言ってたよ。まあ、余裕だろうね。うん。え、え、え <laughs> <laughs> やりすぎじゃないちょっと。ああエルダードワーフが作った武器なんだっけそれ。すごいんだろうね。またトモエが使うと。大丈夫この峰内も。ああ、普通に大丈夫だったかな。なんか内臓とか飛び出しちゃうかと思った。一瞬。え何あ、やりすぎってことああ、そういう感じだ。うん おなんだ、探ってる。ああ、あれか、敵がどういう人か。うん、うんあ、え <laughs> 女の人 <laughs>。いや、じゃあ、あの、ぶった切った人たちの中も、あれだったのかな女だったのかなうーん。あーいたのうんうん。 ああ、この子がいたからね。リノンリノン、うん、えああ、分かったわけじゃないのね。いやー、口が、要は声が出ないと思ってたってことか。おお。あ、え <laughs> 食べさせてあげてよ。 ただでさえ、あれじゃん、ミュウとさ、一緒に出かけられなかったわけじゃん、若さまと。いや、もういいんじゃないお兄ちゃんで。この子はどうなるんだこれから。悪雨に来るのかなうん。何若さまの似顔絵誰え何今の。あって。うん 赤様じゃななくてなんだお姉ちゃんの絵何何だったんだ今の反応まずございましたご飯あえもしかしてあれか巴が切ったやつとかを食べたのかなこの町で騒ぎが起きないに、ねうん、であの何なんだろうね今の赤い煙みたいあれで見れるの ああ、やっぱ、絶対そうだろうな。ああ。ギルドにいたやつもう繋がってるんだね。ああ、それ何ああ、お姉さんの絵だったんだ。けどなんでそれを見て、若さまはあんな、ああみたいな感じだったんだん なんかめっちゃブチ切れてるでしょ。なんでうん。うん、けど、とは結構忙しいよね。ブラックだね。ずーっと働き詰めで。えなにギかよいよ。そういうことえわしいや、もう呼べよ、勝手に。<laughs> この後じゃなくていいと思う。ほんとね。 いや、けど、ともえめっちゃ似合うね。わしとか。うん。なんでそんなぶち切れてるのんん誰ああ似てたまあ、髪型が違うくらいで顔は似てんのか。じゃあ、お姉ちゃんが、 なんだ、来てんのか、こっちに。ああ、分かってんだね、さすがにうん。あれ、強引な尋問だったのね。いや、だからやっぱ来ちゃったんだろうな。うーん。ああ、みや羨ましいんだろうね。<laughs> 見たいミオも見たいね <laughs> うん口でしか聞けないのは辛いな <laughs> いや美桜かわいいな <laughs>、うん、いやすごかったねこの表情、うん、いや不眠不休だね うん、とりあえず商人としてのあれをやってるんだねうんいやーああそういうことかできなきゃいけない世界なのねうん会いたいね早くねお姉さん心配だね ああ、これ、ああ、お姉さん。えもうさ、今の感じ。いや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 。ちょっと、大丈夫かこれ。めちゃくちゃボロボロすぎません えいや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 もうちょっとこの世界あ出たやっぱつながってたねあそことうん一応無事ではいるんだよかったねいやよくはねえか <laughs> うん 強大な魔物あれあの探検ってさあの前聞い切ったやつじゃないてかすごい表情何があったのこれえー、何されたのいやいや「弱ってる」にしちゃすごい顔そういうこと。 あー状態異常的な感じだったのか。うんさすが。うーん,ん何ああ、鍵かけられちゃったってことえ何それああ、悪意に入ってきた時と同じ、いい感じじゃない。次元どころか壁が溶けたっていうかなんだ あ、えあれじゃん。うん。レベル400いくつとかの。はい。さあ。どうだう。うん。え適当、いや要は日本のあれだよね。果物がってことだよね。柿とか。え <laughs> 言葉も知ってるんだね。んあー。 見張られてるいやこれ気づいたんじゃんうん探索の回すごいあんなはっきり見えちゃうんだねいやけどもうお姉ちゃんは解放されてるわけじゃんダッシュに成功して。 ちょっと、早くこの妹ちゃんにそれを知らせてほしいわ、うん。あ、金も狙われる感じ。えー、いや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 。もうお姉ちゃんは自由になってるからね。 いや、もう怒らせたら大変だよ。若さま、きっと。ただでさえ今、ちょっと怒ってそうなの。いや、もう、けどね、お姉ちゃん人質にされてたら、全部これ聞こえてんのかな <laughs> 聞こえてるっぽい <laughs>。うん。だからやっぱそういう感じになるのか。 高門様とすけさんかくさん的な何なのああこいつも繋がってんだねボスいやちょっと腐りきってんじゃんどうなってんだよ いや,やってやれ、やってやれ。やりすぎどういうことえそんなことできんのじゃ、こいつもあれなのかなレベル、うん。いやいや、それは、若さまだね、今のね。<laughs> うーんいやーもう、勘づいたね。魔王5匹分だっけこいつもじゃあレベル、あれなんじゃない ?400 ないんじゃない実際のところ。いや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 。もうだって実際にレベルね、1000 <laughs> 超えだし。あー、やばい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 。 やばいよ。そこをもうバカにしちゃったら、うー。まだわからんのか。あの子が空気変わったってわかってんのに,に。殺されるぞ、こんなの。やばいんじゃないねえ。えおい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 。すごい。すごいな。 よいや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 。やるねえ。今はもう完全に殴られる流れだと思ったよ。あー。けどもうなんとかなってるんだよね。なんだこれ。んあーお若さま。あー、宿屋の人か。 こいつ金ぼったりいろいろあれだな。うん、もう怖くてしょうがないんだろうね <laughs>。そして優しい。うん。いや、いろいろともう大丈夫だから、任せてりゃいいから。 いやそこも心配なんだよね。やりすぎそうじゃん。<laughs> やばい。絶対やばい。どこまで耐えられるかな的な感じになりそうじゃないうん。ほら、もう刀使わないもんね。いや、さっきの障壁も、あ<っ>、えああもうかかってくんのね。ああ割れたじゃん、ほら。<laughs> これなんか意味ないんだよね。 うん最初はちょっと手加減してあげたから,止められただけでさあ。あ、えああ、いろいろいるじゃんか。問題ない。後ろから来ようが。はい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 。こんなとこでね、ちょっとその、なんていうのつまずくような二人じゃないよね。<laughs> すごい。そんな簡単に貼れちゃうの顔って。うーん。 いやー許しちゃならないね。はいはい、なんてなじゃないよ。ん,ん何してんだ何何何えまさかの触手プレイ。え <laughs> <laughs> なんか悶絶してるし。ちょっとご褒美になってんじゃん。これ加減できてんのかいやなんかほら、誰なんだろうこれ。 なんかありそうじゃないこの人たちも。助けたことによって。<laughs> いや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 や、りすぎねえ。若さままた怒る。えー、大丈夫なのこれ。待ち、あ、えいや、そうだよね。顔ボコボコに。<laughs> えなんて <laughs> なんてもうバカなんじゃないの今更人質に取るなんてさ。 実際レベルどうだったんだろうね。やりすぎだよ。いや、街が反対してるじゃん。手加減になってない。<laughs> いやいやいや。やばいよ。そんなことしてる場合じゃないよ。もうお若様に謝った方がいいと思うよ。えいや、え 何してんの普通に善良な市民もいるだろうにね。いや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  <laughs> もうダメだ、この二人。勝手に行動させちゃいけないね。そば、いや、そばにいないと。あ、ああ、ああ。 <laughs> これ <laughs> やばくね怒られんじゃねねえ。うん。お姉ちゃん。で、このお姉ちゃんはどうなんだろうこれはただ似てるだけで、こっちの世界の人なのかな ままああ宿屋はまあ無事だよね、うん <laughs> ええなんかまた曲がう,ーんうんうんたまたまうーんなんかあるんだろうかこの子たちどうなるんだろうねいやいやいや怒られんじゃないか多分ねえ え関係ないよ怒られるわけではない。あああ、ほらやっぱりうん。いやいやいや、クレーターだらけ <laughs> 隕石でも落ちたんかこの街に。きれいに宿屋だけ残したね。あ、しかもこれどうすんのえ 飛んでっちゃうああ <laughs> どこまで飛ばされちゃうのかないやーまあ、そらしょうがないね。うん。これ、あの二人お尋ね者とかになっちゃうんじゃない <laughs> これでエンディングなんか、大丈夫なのそれこそ人間側から、 ともえも、またまた見とこうも <laughs> もう、エンディングこれにしたらいや、しかも、ええー、なにこれ、二人が歌ってる。<laughs> かっこいいね。ちょっと、ヘビロテっぽくてさ。 いやだから世直しっていうのがやっぱメインになっていくんだね。両親の奇跡を辿るだけじゃなくて。そこら辺はやっぱこれで示唆してたんだ。最初のね、初めてミトコウモン流れた時から。<laughs> すげえな。いやヘビメタ風のミトコウモン。 <laughs> ねえなんかエアギターみたいなのやってるけどもいやいいね面白いね、えー、今回はね「えー、遠もへさしてみよう、えー」ここら辺の力が遺憾なく発揮される形になり遺憾、まあ、なすぎたのかな、えー、ちょっと街破壊しすぎちゃったところあるけども まあ、とりあえずはねあの女の子のお姉ちゃんが帰ってきたってことでね一応一件落着なのかなと思います <laughs>、えー、そして今回ねあのお姉ちゃん一体何者だったのかっていうのは来週わかるのかなまあもう多分関係ないんじゃないかな生き物しみたいなだけであとは若さま含め人間界からまたみんなが追われるっていうことになんないといいねとりあえずこれであの町はもうお話終わりなんじゃないだってもう町壊滅しちゃってるし また今度アクの方に戻って話やりながら別の町目指すみたいな流れになるんじゃないでしょうかそしてその悪久の方にあの2人が来るのかどうかっていうところまた注目かなと思いますはいというわけでね以上動画ぶたつがお送りしましたバイバイ